ハロッテカルダは、スウェーデン、ノールボッテン・ケンパイ・アラシ・タランド出身のクロスカントリースキー選手。2010年バンクーバーオリンピックで金メダルを獲得している。カルロッテカラとも、2006年のノルディックスキージュニア世界選手権で、スプリント4位 5km 銅メ,メダル、パシュート金メダルと好成績を挙げた。2007年ノルディックスキー世界選手権代表に、 抜擢されパシュート7位、10km5 位、リレー4位と高成績を残すと続いて行われたジュニア世界選手権ではスプリント銀 5km とパシュートで金メダルを獲得した。2007から2008シーズンのクロスカントリースキーワールドカップでは初勝利を挙げて総合4位、2009年ノルディックスキー世界選手権ではリレーで銅メダルを獲得した。 2010年バンクーバーオリンピックでは 10km で金メダルを獲得。スプリントリレー銀メダル、パシュート8位、リレー5位、30km6 位の成績を残した。2011年のルディックスキー世界選手権ではチームスプリントで金メダル、リレーで銀メダルを獲得。ありがとうございます。